こんにちは。今日の講義は書籍最強の身体能力プロが実践する脱力スキルの鍛え方です。この本は SNS 総フォロワー数25万人が注目するトップアスリートプロ選手を指導する著者によって考案されました。その著者はスポーツトレーナーでありフィジカルコーチであり理学療法士でもある方です。彼は国内外のプロアスリートへの身体操作トレーニング指導及びスポーツトレーナーの育成に携わっています。この本は全く新しいアプローチである脱力トレーニングを提案しています。脱力は一般的にはセンスと思われがちですが、著者はそれをスキルと位置づけています。そしてこのスキルを磨くことでより強く早く健康にそして高いパフォーマンスを発揮する土台を作ることができると主張しています。この本では肩甲骨、背骨、股関節などの力みをコントロールすることが重要であると述べています。これらの部位の力みをコントロールできればパフォーマンスが驚くほど向上し身体の操作性が高まり競技技術の習得が早くなり怪我や疲れ、不調を起こしにくくなります。そして勝負どころで大きな力を発揮することができるでしょう。この本の中身は以下のようになっています。まずはじめにこの本を読み始める前に考えてほしいことが述べられています。そして第1章では人が無意識に緊張していることに焦点が当てられています。第2章では脱力スキルか動ける体を作るためのアプローチが解説されています。第3章では脱力トレーニングの初級編が紹介され第4章ではその核心である脱力トレーニングの発展編が探求されています。著者の経歴からもわかるように彼は非常に多岐にわたるスポーツトレーニングの経験を持ちその知識を本書に存分に詰め込んでいます。彼の指導するプロ選手が成果を上げていることは事実でありそのノウハウが一般の人にも役立つことは間違いありません。この書籍は日々のトレーニングから競技におけるパフォーマンスまで幅広く役立つ情報が盛り込まれています。そのためスポーツ愛好家やトレーナーあるいは身体能力を高めたいと考えている人々にとって必読の書と言えるでしょう。体の力みを解放し最高のパフォーマンスを発揮するための秘訣がこの一冊に凝縮されています。ぜひ皆さんもその内容をじっくりと読み込み自身の身体能力向上に役立ててみてください。この書籍がもたらす可能性は計り知れません。身体能力の向上は個人のみならず社会全体に良い影響を及ぼすでしょう。スポーツ分野においては競技者たちのパフォーマンス向上につながることはもちろんですがそれだけでなくトレーナーやコーチにとっても新たなアプローチや理解の拡大をもたらすでしょう。この書籍が注目を集める理由の一つは著者の豊富な経験と実績に裏打ちされた内容です。彼の指導したプロ選手の成功事例が示すようにこの書籍のアプローチは実践的で効果的であると言えます。そのため読者は信頼性の高い情報を得ることができ自身のトレーニングや指導法に生かすことができるでしょう。また身体能力の向上は健康にも大きな影響を与えます。運動は心身の健康を維持するために必要不可欠でありこの書籍が提唱する脱力トレーニングはその一環として非常に有益なものです。健康志向の人々にとってもこの書籍は貴重な情報源となるでしょう。さらにこの書籍が取り扱うテーマは身体と心の関係性にも焦点を当てています。緊張状態からの解放やリラックスによって身体能力が最大限に発揮されることが示唆されています。このことはストレス社会で生きる現代人にとっても重要な示唆を与えるものです。心と体のバランスを取り戻すために脱力トレーニングが有効である可能性があります。この書籍は単なるスポーツトレーニングの書籍にとどまらず身体と心の健康、パフォーマンス向上、そして個人の成長に関する幅広いテーマを扱っています。そのため読者は様々な観点から学び自己実現のための新たな道筋を見つけることができるでしょう。この書籍が読者にもたらす影響は個人の成長と社会の健全性につながるものであると考えられます。身体能力の向上は自己実現につながるだけでなく健康的なライフスタイルの促進やストレスの軽減にも寄与します。そのためこの書籍が多くの人々に影響を与え
彼らの人生にポジティブな変化をもたらすことは間違いありません。そして読書で美容と健康の勉強も大事ですが、人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上が必要です。そこで注目すべきサービスがあります。それはナイザップの結果にコミットプライベートジムとナイザップウーマンです。まず結果にコミットプライベートジムでは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを提供しています。30日間の無条件全額返金保証や、1日50分週に2回の無理のないトレーニング、無料カウンセリングなど、利用者のニーズに合わせたサービスが充実しています。個別のプログラムや無理な食事制限がなく、健康的に痩せリバウンドしにくい体づくりを目指せます。一方、ライザップウーマンは女性に特化したプログラムを提供しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなど、女性の美しさを引き出すためのトレーニングメニューを提供しています。低糖質だけでなく、栄養バランスを考慮したお食事管理や美容マシンを使った脂肪燃焼や美肌効果も充実しています。利用者の目標やニーズに合わせたプログラムで、自信を持って最後尾のボディラインを手に入れることができます。これらのサービスは単なるダイエットやジム通いではなく、健康管理や美容に特化した需要に応えるものです。読書だけでは得られない個別の指導やトレーニング、モチベーション向上が必要な方々にとって有益な選択肢となるでしょう。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。